トリカー高弘です。はい、ということで、今日はですね、今 BTS の麻生区駅に来ました。で、駅前にあるここはターミナル21ですね。はい、この麻生区なんですけど、まあいろんな有名ホテルも立ち並んでたりするので、結構観光でね来たことがある。特にこのターミナル21とかも中にフードコートがあって、旅行雑誌とかにも記載されてるので来たことがある人もいるかもしれないんですけれども、今日はですね、ちょっとそのターミナル21、以前は旅行者ですごくにぎわってたんですけど、今どうなってるのかっていうのをちょっと調査してみたいと思います。では行ってみましょう。 Go! If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we sure as hell funny. Yeah, everything's better with them. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight? Waking up to the sundown, the world's our playground, and we don't even have to pretend. Every time we're together, it doesn't get better. And every day's like a weekend. We're just like ooh, ooh, ooh. まあ、あんな感じで、入り口で必ず検温をします。じゃあちょっと上に行ってみようかね。ターミナル21で有名な名物というのかな、なんか長いエスカレーター、なんかさ、あれだよね、空港っていうかイメージしてるのかな。あ、そう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 、だよね、うん、で、一応各フロアなんか名前がついてんだよね。ここは都市の名前でどこ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 みたいな。そう、東京とかね、ロンドンとかね。1階はね、東京って書いてある。さっきの M っていうフロアはパリだねって書いてあるね。で、このターミナル21はオラートとあとパタヤに乗っていくよね、うんうん、パタヤの方がより飛行機場、うん、空港っぽくなってる。飛行機とかあるしね、うん、なんか思ったより人がいるね。そうだね、今平日の、夜7時過ぎぐらいかな、うん、まばらはまばらだけど別にガラガラってことではないね。イスタンブールに着きました。ここが3階かな。じゃあちょっと一周してみます。このフロアはなんか革製品っていうのかな、カバンとか雑貨がメインかな。ね、多いね。なんかでも意外とお店はやってるチック、ね、ちょっと安心した。シャッター街じゃなくて、どっち？こっち？うん、そっち行ってみようか。じゃあ奥の方ね。あ、ちょっと寂しくなったかも。この辺はちょっと閉まっちゃってるね。うん、あ、この辺ちょっとこの通りちょっと寂しいかも。結構、まあ、雑貨とかね、お土産屋さんも確かあったからね、うん、まあ、あとやっぱりさ、さっきよりもさ、かなり奥、ここ多分一番奥かな、うん、の通りだから、まあ、やっぱりお客さんの入りもね、あらら、あんまり、あれ、どうぞあちらに。インスタ映えスポットができたってこと？急に パパビーチね、これはもう本当に写真だけの場所かな。そうだね、お店屋じゃないし、ね、あら、ちょっとちょっと寂しくない？やっぱり奥は奥地は寂しいよ。じゃあ次は、フードコートに行ってみたいと思います。はい、はい、自分仕事のオフィスがこの近くなので、昼休みとか、まあ、たまに来ることあるんだけど、ここに来ると必ず帰りはチャトラムーンによってウーロンミルクティーを買って帰る。ミルクティーランキングで、ね、そうそうそう、ミルクティーランキングで紹介したので、ちょっとぜひ見てみてください。で、この階はレストランとあとフードコートがあります。
有名な、綺麗で安くて美味しい。あ、そう、めっちゃ安いんだよこのフードコート。まあご存知の方も多いと思いますがね、え、多分来たことある人は大体みんな座る場所に困ったんじゃない？今果たしてどうなんだろう。そうそうそう、今はどうなんでしょうか。ねえ、まあ、タイのフードコートは大体どこもそうなんだけど、あのカードに100バーツとかデポジットします。でそれで全部のお店で買うみたいな感じかな。飲み物とかもね。そうで、ね、今入り口が向こうしかないから。え、そうなの。そう、あ、頑張ってらっしゃる、お疲れ様です。ゴールデンゲートブリッジあるよ。はい、じゃあこれからフードコートに行きます。で、フードコートの入り口でも検温があります。ちなみにカードはどこで？あ、カードはね、2箇所あって、1箇所は向こうにあるんだよね。あの出口の方にあるんだけど、もう1個はこっちの奥にある。空いてるね。まあさ、それでもだいぶ増えた方だけど、ここのカウンターだね。そうそうそう、ここのカウンター、ここでもチャージができます。で、まあこんな感じかな今。そうそう、ちゃんとソーシャルディスタンスで席の数が減らしてあったり、あのテーブルの間隔が空けてあったりはします。で、まあいつもだったらもう満席でみんなこう料理持って空いてる席ないかなってこう探してる人が結構歩いてるって感じなんだけど、まあ、今はご覧の通り全然あのお好きな席を選べますね。窓際も空いてます。そう、あの窓際の席が結構俺の中で人気席なんだけど、座ったことないもん。え、窓際今ね全然昼時とか全然座れるよ。夜景は綺麗な感じなの？夜に来たことないからね。すごい大迫力な。昼間とか結構気持ちいいよ。で、まあ、じゃあちょうどついでにどんなものがあるか簡単に紹介しようかな。じゃあ高広のよくここで食べるっていうご飯とか。オーケー。自分はね2箇所あって、1箇所はここ、ここはねバミーのお店で、自分はこのね7番バミーの中にワンタン入りなんだけど、肉もあれ豚だよね、肉はね。うん、ちなみにこれお店1個ずつに番号振ってあるっぽいね。あ、そうだ、あ、本当だね、そうだ ね知らなかった。21番が高広のお気に入りのお店みたいで、そうで7番で、7番は35バーツ安い、めっちゃ安いで、ピセにしても、大盛りにしても45バーツ、50バーツでお釣りが来る。ここが1軒目。1軒目、2軒目は2軒目はこの6番ここはアーハンタッパ、アーハンタムタッパ、うん、あのガパオとか、まあ、あとパスタもある。ガパオは貝だお付き、目玉焼き付きで37バーツ、安い、めっちゃ安い、はい、ここもよく、よくって、まあ結構来るかな。どう、美味しい？やっぱり、うん、美味しいよ。なんかメニュー見るとね、トムヤムくんとかも置いてるね。あ、そう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 、結構バラエティに富んでるかな。はい、はい、ということで、高広のおすすめのお店、はい、2軒でした、はい。
はい、ということでですね、今日は麻生区の中でも、ちょっとターミナル21に特化してちょっと現状をお伝えしてみました。まあ、意外とお店とかは、まあ、閉まってる店もあるけど、でも意外とやってるかなっていう感じかな。でお客さんもまあ、昔前ほどじゃないけど入ってる感じがしたので、ちょっと安心かな。はい、ということで本日も、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価などしてもらえるとすごくありがたいです。はい、もうすぐ着いちゃうということで、次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。